ショートの上、左中間です。池田が初球を捉えました。バッターランナー2塁に向かいます。ボールは中継から、いや、そのままダイレクトに返ってきましたが、というわけです。プレーボール直後の初球を今日1番に起用された池田がヒットを放ちました。ノーアウトランナー、先ほどはプレーボール直後の初球ストレート、今度は変化球、ずっとこれもヒットですか。今度はカーブで行ったんですが、また池田が反応してツーベース。池田のこの集中力も素晴らしいですね。そうですね、まあ、ファーストストライクから、まあ、行くという信念の中で、はい、最初の打席はストレートですけど、はい、変化球で来るのかなというイメージの中で甘い変化球が来てくれたんでね、思い切って、振っていったと思いますけどね、いい結果が出てますよね。そうですね、はい。今日はプロ入り初の1番でのスタメンになるんですが、これ1番バッターで2本ツーベースというのはもう最高の出来じゃないですかね。本当にね、を救うこの牽制タッチアウト、レフトへ池田の打球が、これは超えるのか、3本目はホームラン、ツーベース、ツーベース、そして3本目はプロ入り初のホームランになりました。大当たり、いずれも長打です。タイミングがやはり合ってますよね、外寄りのボールですではあったと思うんですけどね、ちょっとシュートして入ってきた分いかれた感じはしましたけどね。あ、いいバッターですね。思い切りのいい、非常に素晴らしいバッターだと思いますね。よっしゃって言ってますね。2年目のシーズンに入った池田ライト、